はい、皆さんどうもこんにちは。アンティークコインマニアの渡辺です。本日はですね、レビュー動画をお届けしようかなと思います。オークションのレビューですね。スタックス&バウアー、8月に行われましたオークションのね、結果が出ておりますので、ぜひ皆さんとチェックしていけたらなと思います。それでは早速いきましょう。どうぞ。はい、まずはですね、ロット40002、イタリアブルティムレギオンテトラドラクマ銀貨 NGC チョイス EF ってやつですね。8700ドルで落札となっております。ライオンのね、正面を向いた図柄になっておりますね。で、裏面にはですね、アポロという非常に美しいコインでした。落札された方おめでとうございます。続いて40013、こちらマケドニアですね、アレキサンダーのステータコインですね。ものすごく状態いいよね、プレビューでご紹介したの覚えていますでしょうか。こちらですね、2万4000ドルで落札されました。やっぱね、伸びましたよね、ということで。出来もいいですし、ね、そもそものね、この台が違いますよね。このカールの下ね、髪の毛の部分っていうのがね、こんなにはっきりしているっていうものを僕見たことなかったので、まだまだ奥が深いなと思います。2万4000ドル、グレードはですね、まあ驚愕のチョイス MS 5分の5 5分の5ということでね、これが満点じゃなかったら逆に何が満点なのぐらいの感じになっております。落札された方おめでとうございます。続いてはですね、40029、こちらはエルヘクテですね。6分の1ステーター、こちらは900ドルで落札されております。可愛いですね、ライオンのですね、顔が描かれております。サイズ感ね、こんな感じですね。非常にちっちゃいですね。はい、もう大好きなコインですので、900ドル落札できた方おめでとうございます。続いてはですね、40051ですね。こちらローマ共和国の、ヤヌス神のアスドーカです。ちなみにね、アスドーカっていうのはこれ1枚でワイン1杯分ぐらいの価値だったそうですが、現在その価格が7200ドルということで、まあ2000年近くをかけて、まあ、えらい高になりましたなという感じですね。当時の価値と今の価値は全然意味合いが変わりますが、ワイン1杯は1000円ぐらいですので、7200ドルには遠く及ばないよね。やっぱ現物持っといた方がいいんじゃないのかなっていうのはね、まあ、ちょっと無理やりな、お話かもしれませんが、まあいい例かもしれないですね。こちら7200ドルで落札となっております。ヤヌス神ですね、門の神様、始まりと終わりの神様、かなり、ポピュラーな神様のコインでございます。続いてですね、こちらイギリスですね、40123、1643年のハーフユナイト金貨です。チャールズ1世ですね。 AU55 プラスということで、まあハンマーの割には非常に状態いいですよね、ということで、まあエスティメート内ではありますが、非常に伸びましたね。2万4000ドルということで、ハーフユナイトなのでね、そんなに大きくないはずなんですよね。 4.45g なのでかなり薄いと思います。ということで、状態いいコインですね。落札された方おめでとうございます。続いて40136、1688年のジェームズ2世のボギニー金貨、こちらは3万1200ドルで落札となっております。落札された方おめでとうございます。続いてどんどんいきましょう。40139、ウィリアム&メアリーの非常に状態のいいギニー金貨ですね、MS62 プラスですが、2万6400ドルで落札となっております。ギニーなのでね、まあそんなに大きいコインじゃないですよ。まあこれぐらいですよ。でもやっぱり状態がいいと高いっていうのは、まあ非常にね、もう皆さん分かっていることかと思いますが、状態大事だよね、ということが、よくわかるコインでございます。続いて40148ですね、こちらロックペンス&女王でございます。1707年エディンバラミント、プルーフ63ということで、博物館クラスですよっていう話をしてましたが、パスされております。リザーブノットメットということだったので、2万4000ドルがリザーブだったっぽいんですが、そこに至りませんでしたということでフラッグになっております。これね、フラッグだったらですね、後のね、ポストオークションバイみたいなですね、オークションで売れなかったものをですね、もう一回、リストアになって売りに出るっていうことね、スタバさんよくやってますので、そこで買うっていう手もありそうなコインです。状態かなり良かったんですけどね、まぁ、ちょっとマニアックすぎたんですかね。いや、めっちゃ綺麗ですけどね、という感じがします。ちょっとね、高すぎたのかなという感じでしょうか。はい、続いてはですね、40154、ジョージ2世の AU55 のゴギニーですね。こちらもパスとなっております。5万1000ドルがリザーブだったそうですが、そこに到達しなかったよ、ということです。続いてですね、42021、オーストリアザルツブルグの8ダカット金貨、ディテールのクリーンということで、こちらもパスになってますね。2万5000が、値段つかなかったということでございます。やっぱね、状態シビアだなという感じですね。トップレベルのものとディテールのものでどん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 差がついているなという感じがいたします。次が42088ですね。1838年のチェコスロバキアの10ダカットの MS67 ということで、こちら10万2000ドルと非常に高い
値で落札となっております。まあ、なんでかというとですね、これ192枚しかないんですね、この年のものは。ですので非常に高値がつきましたよ。しかも67なので、このコインって大体ね67がトップなんですよね。でこの枚数ミンテージしかないこの年号で、まあ、トップということで、そりゃ希少性高いよねということで、かなり伸びましたという感じでしょうか。はい、続いてはロット42089、こちらもチェコスロバキアのジューダカット金貨、1934年の、クレムニッツミントでございますね。こちらは37,200ドルで落札となっております。やっぱね、大型コイン特にチェコスロバキアね人気なんですよね。このように高値の落札が続いております。非常に珍しいんですよ、68枚しかないんでね、というところです。はい、続いてはですね、ロット42224、1654年のドイツブルンスウィックのサンターレル銀貨ですね。1654年 MS62 ということで、こちら 13,200 ドルで落札されております。非常に大きいですね、 86.64g の銀貨でございました。まあ、ブルースウィックといえば、まあ、この馬が代表的な図柄となっております。続いてロット42258、こちらレーゲンスブルグのフランス2世のジューダカット金貨ですね。こちら 78,000 ドルということで非常に乗りましたね。これはね、実はねグラフィティなんですよね。ここに X ってね、ジューダカットなので、あのローマ数字のペケがついちゃっているんですが、そんなの関係ないという感じで伸びたんでしょうかですね。この裏側ですね、この鍵がかたどられた紋章になっておりまして、これはですねバチカンのねマークと非常に似ているんですけれども、このバチカンとですねこのレーゲンスブルグですね、この守護聖人が同じというゆえんで、このようなデザインになっているそうです。続いてロット42335、イギリス領インドですね、イーストインディアカンパニー東インド会社のモハール金貨でございます。ミュールリストライクカルカッタミント PCGS プルーフ64プラスということで、ちょっとねこの間ご説明しました、ミュールって何、コイン業界で言うとですね、表と裏がちょっと誤ったというか、まあ本来と異なる組み合わせ、おそらくエラーなんじゃないかなっていうところなんですけれども、表がビクトリアで裏側がですねこのライオンなんですけども、このライオンのデザインがですねウィリアム4世のデザインなんじゃないのというところだったんですね。ミュールで4万から6万ドルでまで、行くんじゃないのという風なエスティメートありましたが、なんとパスということで、意外ですね、面白いコインだなとは思ったんですが、やっぱちょっと高すぎたんでしょうかね、4万ドルというリザーブが入っていたそうです。はい、続いてはですね、ロット42467、イタリアベネツィアのオセラ4ゼッキーニ金貨でございますね。1740年でございます。 AU50 ということで、こちらは 13,200 ドルで落札となっております。 AU50 で 13,200 ドルということで、いやーこれはなんか意外にね、エスティメートが安すぎるだろうっていう話はしていて、まあそれはもちろん大きく超えてきたんですけれども、手が出ない値段ではなかったなという感じがします。続いてですね、42636、こちらシエラレオネですね、アフリカの会社の、シエラレオネカンパニーの1ドル銀貨ですね。1791年、バーミンガムですね、イギリスで作られたコインで MS65 でございます。これね非常にかっこいいですよね、このライオン、なかなか見ないデザインアングルのライオンなんですけども、こちらが31,200ドルということで落札されております。いやかっこいいですよね、これやっぱね、ハイグレード品になるとやっぱり高いなということが非常にわかりますよね。欲しい、かっこいい、個人的にも好きな、コインでございます。ロットナンバー42641ですね、スペインのアルフォンソ9世のマラベリー金貨サラマンカミントということで、もう本当ねピカソみたいな絵がもう描かれているスペインだけにみたいなね、1000年ぐらい前のコインですけども、36,000ドルで落札となっております。エスティメートから比べるとね、ずいぶん伸びなかったなという印象ですよね。5万から10万でね、ここに書いてあったんですが、以前ですね、2018年、22万スイスフランで落ちたんだよという話があったので、非常に伸びるのかなというお話を、したんですけれども、今回は36,000ドルということで、いや分からないですね。まあ、あまりにレアすぎるんで、ちょっとね履歴が分かんないっていうのはあるんですけれども、22万スイスフランがついたけれども、これを36,000と、なかなか、レアすぎるのもちょっと難しいなというコインでございました。はい、続いて42689ですね、こちらは野生動物保護シリーズのプルーフ金貨、たくさん出てますよって話してましたが、ボツワナのね褐色ハイエナのデザインですね。こちらは、3,000ドルエスティメートのど真ん中で落ちましたという感じです。続いて44051ですね、こちらチリの8レアル、値段が38,400ドルということで、非常に伸びましたね。ここにね地球が入っておりますね。現存わずか4枚ということで高値がついたなという感じですね。まあ
中南米のコインがですね高いっていうのがなんか我々日本人からするとちょっとあんまりイメージがしづらいところあるんですけど、しっかり値段がつくなという印象です。でもね、ニューヨークの、コインショーとか行ったらこういう中南米、南米コイン専門にやってますみたいなね業者もたくさんいるんでね、人気はあるんだろうなというイメージですね。続いてはですね、ロット44327、1849年、こちらボリビアの8スクードですね。ポトシミント NGCAU50 ということで、この年号ですね、年号が1847年しかないはずなのに1849年というですね、これは何なんだというですね、どのカタログにも載っていないよというようなコインだったんですが、こちらまあ大注目だったんですが、パスということで、なんかこれもね同じようにレアすぎてよく分かんなかったんでしょうかね。あと6万ドルっていうのは結構高かったよね、リザーブがというところと、まあ正直ね状態がまあもうちょっといいと嬉しいよねというのがやっぱコレクターの本音ですよね。 AU50 ちょっととね、やっぱり摩耗がねというところだったんでしょうかね。こちらはパスということになっております。続いてですね、コスタリカでございます、8レアルですね。1848年サンホセミント NGCEF40 カウンターマーク AU ストロング、はい、こちらはですね、まあカウンターマーク好きにはたまらんよということがですね描かれておりますね。8とかですね、まあこれだけでもねよくあるのが数字じゃないですか。数字もカウンターマークボコンとついてますとかって、あとはまあ文字ですよね、文字とか数字とかっていうカウンターマークが多い中で、ちゃんとですねこのコインのデザインカウンターマークにしちゃったっていうのはですね、僕は非常にこう萌えポイントだなとは思いますけどね。まあコインの台でそのまま打ったのかな、いやそんなことできるのかなと、ちょっとね実際どういう風に作られたのかっていうのはね非常に気になるコインなんですが、エスティメートを大きく超えて6万6000ドルまで伸びましたということで、まあ、コスタリカ中南米コイン熱いなというところでしょうか。はい、というわけで以上でございます。続いてはレイコファンの皆さんお待たせでございます、レイコマニアックパートでございます。どうぞ。恒例のレイコセレクション、イエーイ、夏のスタバさんでございますよ。皆さんね、狙えたものありましたでしょうか。なんかね、夏ってねオークションシーズンなんでね、めちゃくちゃオークションあるんですけど、もう私たちもね息切れしそうなんでね、皆さんもね息切れしないで、あの息は吐いたら吸うんですよ。あのヨガの先生にね教えてもらったんですけどね、あのよく息吸って吐いてって言うじゃないですか。でもねなんか逆なんですって、もう吐いたら吸わなきゃいけないから、あのね吐いたら吸うんですよということで、深呼吸しながらゆっくりした気持ちで見てくださいということで行ってみましょう。ロットナンバー40200、イギリスゴシックフローリン、銀貨1869年、 MS64 ということで、これねあのちょっとねこの王冠のところにねなんかこう赤サビみたいのがついてるんですけどね、これねなんかめっちゃ綺麗な感じですねということですが、状態は MS64 で落札価格はこちら4800ドル。お、やっぱりねゴシックフローリンなんか今からな感じしますね。あ、落札された方おめでとうございます。ロットナンバー42564、ロシア帝国ニコラ1世12ルーブルプラチナかサンクトペテルブルグミントイメス61ということでね、あのやっぱロシアの お家芸、こちらプラチナ貨幣でございます。これですわ、このプラチナのねこの なんていうんですかね、この青白いい感じのねこの硬さもいいじゃないですか。ほら海図を持っていて、あいいですね、このあのロシア皇帝のねこのクラウンも綺麗に残って、おこのワシの目がめちゃくちゃ残ってません、これいいですね。はあ、落札価格はこちら78000ドル、ちょっともう読んでて笑っちゃったんだけども、78000ドルですって。はあ、エスティメートを大幅に超えてきましたね。おお、しかもねこれ昔のスラブなんで、まあ、鑑定としては大丈夫かなと思うんですけど、落札された方おめでとうございます。このサイズのルーブルのプラチナって見たことないな。ロットナンバー42685、ヤップ島石の貨幣フェイプレオキーフ型、19世紀中期から後期ほぼ未使用ということでね、こちらねあの散々プレビューで語っておりますので、ぜひプレビューの動画も見てください。落札価格はこちら38400ドル。ほらエスティメートの 1.5 倍ぐらい、すごい欲しいんですよ。ただこれどうやって送るんですかね、お取りに行くのかな、スタバさんどういう対応なんですかね。あの落札された方おめでとうございます、あと教えてください。ロットナンバー44292、スペイン植民地時代のフィリップ5世大型の木のディスクカットの地金ということでね、あの地金好きの皆様お待たせしましたということで、落札価格はこちら43200ドル。あ、なんか結構いきましたね。これね確かね 949.16g でね、めちゃくちゃ重いんです、1キロ弱ということで、落札された方おめでとうございます。なんか贅沢ですよね、金のインゴットを集めるって贅沢ですよね。
ロットナンバー44058、コロンビア、コブ8レアル銀河、カルタヘナ造幣局、フィリップ4世 TCGSAU55 ということで、これね、一つ前のインゴットと一緒で、沈没船からサルベージされた貴重なものです。サイズ感的にはね、この中で結構、こうでかい。お、スラブなんか、クラウンサイズかなんかのやつにもギチって入っちゃう。なんかいいですね。お、ほら、アトーチャシップレックって書いてあります。このアトーチャ号の沈没船のお話はプレビュー動画でもうめちゃくちゃお話ししておりますので、よかったらね、もう一度ご覧いただいて、またね、出たらね、こう狙ってみるのもいいんじゃないでしょうか。なんかね、いいじゃないですか。来歴がね、しっかりわかってるのってね、なんとなくこう、なんか持ってていいというか、スラブもね、なんかいっぱい字書いてる方がいいんじゃないですか。落札価格はこちら$6,600。お、なんか、お手頃ですね。沈没船のコインって、なんか高いんじゃないのみたいなことを思ってる方いらっしゃると思うんですけど、船に乗せるぐらいなんでね、めちゃくちゃあるんですよ。で、特に銀貨なんかも、なんか1枚2枚とかじゃないじゃないですか。なんかこれぐらいね、なんか皆さんがもう海賊船に乗ってるような、こういうパカって開けるような木のね、なんかこう箱みたいにドサドサ入ってるので、そこまでね、なんかすることはないかな。まあ、500万とかね、1000万とかするものもありますけど、だいたいこれぐらいの価格かなと思います。皆さんいかがでしたか？今回ね、沈没船から出たっていうコインがね、2枚ちょっと注目するものが出たんで、たくさんすごいね、もういろいろ調べて語ってるので、ぜひプレビュー動画もね、思い出しながら見ていただけると、また味わい深いのかなと思います。というわけで、レイコセレクションでした。バイバーイ。はい、皆さんいかがでしたでしょうか？スタックスバウアーズ8月のですね、オークションのレビュー動画ですね、結果をお知らせいたしました。落札できた方、できなかった方も、ひょっとして販売できた方、いろいろいらっしゃるかなと思います。引きこもごもだったと思いますが、皆さんぜひいいオークションだったら嬉しいなというふうに思います。アンティークコインマニア、このようなコインのオークションの、動画だったりですね、様々なコインの情報を発信しておりますので、面白かったらですね、チャンネル登録といいねしてもらえると大変嬉しく思います。励みになります。というわけで、本日もありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。このコインが欲しい、このコインについてもっと知りたいという方は、ギャラリアの公式 LINE に登録いただけたらなと思います。コイン投資大全とか人気コイン30選なんていうのを読んでいただけます。もちろん無料です。概要欄の URL をタップしていただければすぐお友達登録ができますので、皆様からのお問い合わせお待ちしております。お待ちしております。